晴れてますけど今日どうするんかな。3番ハウスもそろそろ張るよねきっと。今日はちょっと林さん家でうちわの味噌作り教室します。そのための大豆を今洗ってます。これが最後かな。はい、3番ハウスを、張ります。やっぱりいろいろと春になって資材をここに入れないことにね、ライスセンターとかで種まきの、スペースが取れないので、今から早速、今日も天気いいので張ってしまいます。中もすぐ乾くと思います。イエイ。はい、まず、止めてあるタイラップを切りますね。何箇所か止めてあるんでね。よし、はい、全部切ったかな。ハウスバンドがこうやってクロスしてると下ろした時に引っかかるんで、ちょっと直します。何箇所か変なことになってる。よっしゃ、ハウスバンド OK。 さあ、最後の端っこ切っていきます。よっしゃ、腕解放した。いいよ。Yeah.
もうちょっと待つかな。あ、まあ、今引っ張ってくれる。あ、引っ張れ引っ張れ。ちょっと待つよ。ちょっと待つわ。じゃあ、妻スプリング止めてくるか。反対側からやるし。これや。ああ、これだ。これこっちか。ごめんね。これもほら、外れてる。ほんで、上、左横に持って。ちょっとボルスターどれくらいかっていうのは、どこに、どんな長いのあったの？
ちまった。ラスト。よし。オッケー。よい。はい、4台軽トラ入りました。ずっと屋外やったしね。5台目もちょっとケツ出るけど入るかな。はい、ものの1時間もしないうちに2人だけで3番ハウス、張ることができました。早いね。やっぱりこの3ピースすごい便利ね。本当は1番ハウスもしたいけど、さすがに40メーターはあっちとこっちで二重構造になってるからなかなか大変ですけどね。これでようやく春作業のためのスペースをライスセンターに開けることができます。雨降ってるけどアゼヌリ出動しています。お見事。
やっぱ石あるとダメ、石あるとダメなの。600枚あるので、まあ、全部600枚集めるはしないけど、結構大変なので急いでいきます。イエイ。